どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕が会社員の時はなんかこんなはずじゃなかったのにって思いながら、でもどうしたらいいかわからないっていう状態でした。なのでいろんな本を読みましたし、その時もうすでに YouTube でですね、なんかいろんな人の仕事術っていうのも勉強してました。で僕が2015年起業して、そこからさらにいろんな経営者さんとか起業して成功している人からですね、仕事術とかっていうのを学んできました。で今は輸出と教育事業っていうのをやってるわけなんですけども、その会社員の時からですね続いているこのノート術に関して今回はシェアをしていこうと思います。このチャンネルではミニマリズムなライフスタイルを発信しているわけなので、なんか物を持ってるじゃんみたいな感じで言われると思うんですけども、別に物を持ってじゃいけないってわけではないですし、そう、まあ、ノート1冊ぐらい別に増えてもいいじゃんっていうことなので、そう、僕にとってはこのノートは仕事で必要、まあ、なんかもう人生身軽に行くために僕にとってノートは必要っていうことなので、もし今回お話がですねちょっとでも多くの人の参考になってくれたら嬉しいなと思って、今回はこのノート術に関してシェアをしていこうと思います。そもそも僕が紙にペンで書き始めた最初のきっかけは何かっていうと、大学の卒業旅行でした。はい、沖縄に行ったんですけども、でサークルのメンバーと行った時にですね、その1日目の夜にその隣の部屋で僕の悪口をガンガン言ってるわけですよ。友達だと思ってた人たちからそういう悪口言われるなんてありえないと思って、でもすごいなんかいろんな感情が込み上げてきたんですよ。ペッてこう、なんで視線を下に移したら、そのホテルにこうメモ帳みたいなのが置いてあったんです。メモ帳みたいなのが置いてあって、その隣にこうペンが置いてあったので、とりあえずその紙にそのペンでずっとこう、なんでしょう、こう線を描いてたんですよ。こうやってその人の書いた絵を見て心理学者が語るみたいなあると思うんですけど、僕最初こうやって書いてたんですよ。この時の心理状態って僕多分危険だったと思うんですけども、そう書いてましたね。今でも強烈に覚えてます。でもそのこうやってわーって書いた後にですね、自分がどう思ってるのか、例えばまあその時はですね、なんかもうあいつらは友達じゃねえとか、なんかなんで悪口言われなきゃいけないんだとかですね、もうひたすらその言葉で自分のその怒りだったり寂しいっていう感情を書き殴ったんです。それを多分 2,3 時間ずっと続けてたと思うんですけど、朝の6時日の出がこう上がってくる時にはその感情っていうのがですねスーって引いてたんですよ。で、あ、なんかノートに書いてたら、あ、すごいなんか気持ちがすっきりしたなっていう経験をしたのが僕の本当の最初の最初なんです。でそこからですね、自分はなんかこうモヤモヤしたりとか不安があったりとかしたら、もう全部とりあえず紙に書いちゃえっていうことで全部紙に書き出してました。そう、そしたら気持ちの中が整理されて、何をやるべきなのか、自分は本当か何にしたいのかっていうのがこう明確に分かるようになってきたんです。そうなので、それをじゃあ仕事に応用できないかなっていうことで、その会社員の時にネットだったり本を見て、ノート術っていうのを勉強していました。いろいろ教えてもらったことをこの順番で組み合わせたらかなりいいノートの、その仕事術なんじゃないかなと思ったので、そう今回はそれをシェアしていきたいと思います。そう、本出せたらそれを出版してみたいんですけども、 それぐらいですねこのノート術っていうのは、そう、紹介したいですね。じゃあまず一つ目なんですけども、感謝していることを書くっていうことです。はい、どういうことかっていうと、自分がこう空気が吸えてるから生きられてるわけですし、あと冷蔵庫の中に食材がいっぱい入っていると安心ですので、食に困らなくて安心ですし、そういった自分が今感謝していることっていうのを書いていきます。出し切るまで書いてもいいですし、5個だけでも大丈夫です。でもその感謝をすると、その感情がですね、すごい安心感というか、すごいあったかい気持ちというかすごいほわほわしてて伝わらないと思うんですけども、それすごいポジティブになるんですね。でもなんかパリピのイエーイっていうポジティブではなくて、なんか静かになるこう落ち着いたこうポジティブみたいな、そういう感じになるんです。そうで、この状態がすごく大事になってくるので、そうやっぱ感謝っていうのはまず最初にやってほしいことですね。で、2つ目なんですけども、そういう感情のまま夢だったり目標を書き出します。
これやりたいあれやりたいっていうのは全部バーって書いてもいいんですけども、まあ、大体こう、今年の目標がある人がいたら今年の目標だったり、3年後にこうなっていたいなっていう目標があったらそれを書き出すっていうのがいいみたいです。そうなので僕はよく3年ゴールだったり今年の目標だったりっていうことでやってるわけなんですけども、それをまず書きます。でステップ3でその目標だったり夢があったらそのを実現するためにやるべきことは何ですかっていうのを書きます。例えばじゃあこの動画を見てる人の会社員で営業の人がいますと、で売上を今期は倍にするぞ、今年は倍にするぞっていうふうに目標を立てたとします。じゃあその売上を倍にするために何をすべきですかっていうことをこのステップ3で書いていきます。例えばどこどこの取引先と商談をするだったり、家を1000軒回るとかそういうのもあると思いますし、資格を取るっていうのもあると思いますし、そのやるべきことっていうのをバーッと書き出していきます。でステップ4でその書き出した中からトップ3ですね、トップ3を書き出すっていうことなんです。目標が売上を倍にするでしたら、その売上を倍にすることに一番効果、一番リターンがありそうなやるべきことトップ3っていうのを書くんです。例えばじゃあ大手の企業さんの社長さんから商談を取ってくるとかですね、そうビルに、自分の持ってる商品を全部売るとかですね、目標にめちゃくちゃ直結するやつ、それをやったら夢がだったり目標が叶っちゃうよっていうものトップ3を選びます。はい、ただこの段階ではまだその一つ一つの作業だったりタスクだったりやるべきことっていうのは重いですし、そのまだちょっとこう何でしょう、規模がでかいんですね。なのでそれを今日何すればいいのかまで落とし込みたいんです。なのでそのトップ3を出した後ですね、じゃあそのトップ3を実現するため、それを進めるために今日は何ができるかなっていうのをまたこうノートに書いていくんです。そう、例えばこれができる、これができそう、これができそうっていうのを書いていきます。あくまでこれはやるべきことをやったら終了でいいので、なので例えばじゃあ今日やるべきことがこれとこれとこれって書いたら、それを10分で終わらせてしまってもいいっていうことなんです。20分で終わらせてしまったらもう今日は本当完成ということで他の作業をするっていうことなんです。で明日また朝起きた時に感謝やって、目標だったり夢を書いて、そのためにやるべきことを書いて、その中から大事なことトップ3っていうのを選んで、でその中からじゃあ今日は何ができるのかっていうのを書き出して、それをやるっていうことをぐる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 やっていけば、どん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 夢に近づきます。はい、ということで僕はこれがすごくいいなって思ってます。で書いた後はですね、僕の場合はこのワンダーリストっていうんですか、ちょっとこういうやつなんですけども、このワンダーリストっていうアプリを使っています。でこれは他のアプリもそうだと思うんですけども、パソコンとも連携ができるのですごく便利なんです。であとそのタスクをフォルダー分けすることができるので、じゃあ仕事でのタスクだったり、あと YouTube ネタとかですね、いろいろタスクを分けられるんですね。そうこういう好きなものとか欲望リストとかですね、分けられるのがすごくいいなと思っているので、僕はこういうワンダーリストっていうアプリに今日じゃあ何をやるのかっていうのを落とし込んで、それが完成したらそれをこうプチ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 消していく、このプチプチ消していくのを最優先に動くっていう感じですね。はい、という感じでやってます。そうでよく仕事術とかノート術って聞くと、いかに情報を整理するかとか、あといかに記憶しやすいようなノートの書き方とかですね、いろいろあると思うんです。で僕もそういうのを本読んだりとか教えてもらったりしていました。でもやっぱり行動しないと先に進まないというのはすごく実感していますので、身軽に行動できることに特化したノート術は何かなっていうのをこう教えてもらったりとか、いろいろこう考えたりとかして、いろいろこう組み合わせたりして、こう今の形に落ち着いたっていう感じです。はい、なのでこれが正解かどうかっていうのは分からないですけども、ただ今回シェアさせてもらったノートのこの方法をやってもらえれば、毎日毎日夢に向かって行動する自分ができると思います。そしたら遅かれ早かれ目標は達成したりとか夢が実現したりすると思いますので、そう本当にこれは多くの人にやってほしいなって思ってるんです。
そう、なんか騙されたと思ってなんか1ヶ月ぐらいやってみてほしいっていう感じですね。そう、なんか僕がその会社員の時にどうしていいかわからなかったと、でもなんか現状を変えたいなって言って悩んでた時に、この方法を知ってればもっと僕はどん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 行動的になれて、どんどんなんかその夢だったりその目標を達成できたんだろうなって思います。まあ、ちょっと話がそれましたけども、今回は僕がやっているノート術っていうのをシェアさせてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。はい、まあ、他にもそのこういう順番でメントリをするとその内観だったり内省ができて、自分が本当に好きなものだったり自分の興味があるもの、あと自分の本当の夢は何かっていうのを発見する、そういうワークみたいなのもありますので、そう、それはなんかまた別の、まあ、メルマガでシェアしていたんですけども、あれもちょっと古くなっちゃってるので、そう、またちょっと別の形でシェアできたらいいななんていうふうに思ってます。はい、ということで、まあ、もし興味が、そういうメントリに興味がある方はですね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してほしいですし、あと今回のお話がちょっとでも参考になりました、面白かったですと感じていただけた方はもですね、あのグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで、ちょっとあの最近ちょっと喋り系の動画が多いんですけども、さ、冬なんで、冬はちょっとこもりがちになるのでちょっとご容赦くださいということですね。はい、また外に行ける時があったらまた Vlog 形式で撮っていこうと思います。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。